はい、あ、もう早速見ましたね。ここですね。すごい焦げの匂いがしますね。あ、結構いってるぞこれ。穴開いた。スイッチオン。おお、やっぱタックライフはパワーが違いますね。5キロ6キロオーム。ではもう一度、ベンチ台に乗せて動作確認してみたいと思います。はいどうも、ブラックパンダです。今回は燃えたグラボシリーズの第3弾ですね。こちらです。 780Ti ですね。一昔、まあ二昔ぐらい前のハイエンド GPU っていう感じのやつですね。こうペリフェラルついてるんですね。こう多分 LED 用かな。こいつもかなりド派手に燃えるらしいです。まあ燃えるところをね見たいっていう気持ちもあるんですけど、家の中煙だらけになっちゃうんでやめときます。怒られちゃうんでね。よし、では早速確認していきましょう。まずはね、多分ショートしてると思うのでテスターで確認していきます。あ、この PCI のとこは大丈夫ですね。ショートしてますね。あ、そしたら分解していきます。はい、取れました。すっげーヒートシンクですね。でかっ。はい、あ、もう早速見ましたね。ここですね。すげえな。このコア電圧のね NVVDD のところがね派手に焼けてますね。もうめくれやがって、もうこれ もう見た感じ結構深層までねダメージいってそうな感じですね。まあ、ということで今回もここねショートしてるんで、ここをルーターで削っていってショート解消して動作するかどうか確認していこうと思います。まあ、ちなみにこの場所だったらね、前回やった760かな、 GTX760、 こいつもコア電源のところがね焼けてて、まあ、ショート取ったら映るようになったんで、まあ、今回もねこのコアにダメージいってなかったら多分ここのショート取ったらね映ると思うんですけどね。はい、ということでまずねここのもうダメになってる実装部品ですね、これを取っていきます。すごい焦げの匂いがしますね。もうボロボロになっちゃうんでね、ヒートガンで取るよりかはもう削った方が早いかな。ということで削っていきます。結構ひどいな。うわうわ、これかなり広範囲で焼けてるかもしれませんね。あ、結構いってるぞこれ。あ、これやばいかもな。これまだ、さらに下の層もいってんちゃうかな。あー、あかんの、焼けてんな、ここも。この辺も全部めくらないとダメですね。あー、これちょっとこのポータブルのリューターだったらパワー不足ですね。タックライフ出します。よし、
削ってますけどね、こっちの方まだ黒くなってますね。これ炭化してて、ね、まだダメだと思うんですよね。抵抗値測りましたけどまだダメですね。よし、もうちょい削ろう。やってもうた、穴開いた。うわ、調子に乗って削りまくってたら穴開きましたね。これはやってもだな。まあしゃあないな。まあやってしまったもんはね仕方がないので、まあとりあえずやってみますね、この後続きね。よしよしちゃん。穴が結構でかくなっちゃいました。ちなみに裏はこんな感じです。まあ回路に問題なかったらいいんですけどね。まあ問題あるやろな、これは。でね、さっきここにねテストポイント見つけたんですよね。ここです。OGV GPU OVM、メモリかな、これは。各電源ラインのテストポイントだと思うので、ここで抵抗値測ってみようと思います。まずはこの OVG っていうのは何なんやろ、9メガオームで、 OVM が9メガオーム、 OVL も9メガで、次 GPU ですね。 GPU は 0.9 オームで、メモリかな、これは。メモリは80オームですね。 PLL、これ何か分からん、244オーム。まあこれがね、まあ、何を表してるのか、まあ、多分 GPU は GPU で、これはメモリだと思うんですけど、ちょっと後がね何を表してるか分かりませんでした。ただ12ボルトラインはまだショートしてるっぽいんですよね。なのでまだね見ていく必要がありますね。はい、今ですね、ここについていたコンデンサー、これですね、こいつの下も怪しかったんで、もうこいつ取っちゃいました。まあこいつ自体もね、もう熱で変色してもうかなりやられてるっぽかったんで、まあ、こいつもダメでしょうね。で今はまあちょっと削ってね、こんな感じなんですけど、まだショートしてますね。あ、多分このMOSFETもう多分ダメになってましたね。この下も結構焼けて、なんか焦げ臭い匂いがねすごいしますね。ゼロ、これあかんかもな。一回電源入れてみるかねえ。一回この状態でどうなるかやってみましょうか。よし。はい、準備できました。もうグラボの穴がねこんなことになってるんですけど、まあさてどうなるのか。よし、行くぞ。怖いな。よし、メイン電源入れました。今ね、さあモニターとか壊れへんかったんやけどな、これはさすがに怖いな。ちょっと SSD はちょっと避難させておきます。いけるかこれ。よし、ちょっと水用意しておきますね。よし、今ね消火用の水ね、地面にいっぱい置いてます。まあすぐ対応すればね、そんなナパームみたいにね燃え広がるようなことはないとは思うんですけれども、よし行くぞ。スイッチオン。おお、これはまずいな。これはまずいけど、でも逆にここが燃えたってことは、ここもうちょっと削ったらいけそうな気がしないですか。もうちょっとやってみる価値はありそうな雰囲気ですね。よし、ではね机に戻ってきました。この辺が燃えてたんで、ていうかもうこのMOSFETももう燃えてますね。こいつももう取ってしまいましょう。もう取るっていうかタックライフで削ります。
しゃー、やっぱタックライフはパワーが違いますね。5キロ、6キロオーム、これで1回やってみましょうか。ちなみにこのシリーズ通して言ってますけど、完全に直すっていうよりかは動作することまでをね目標にやってるので、まあでも今回ひどいかもしれないですね、ちょっとねちょっと調子に乗っちゃったかもしれませんね。ではもう一度、ベンチ台に乗せて動作確認してみたいと思います。はい、ではもう一度ねベンチ台の方まで来ました。では今度はねもう消化の水も万端なのでサクッと動作確認しちゃいましょう。ではスイッチオン。あ、火花は出なくなりましたね。起動するかな、ちゃんと。ここのね信号が青になったな。青になって画面が出るか。おっし、来たこんな状態でもう向こう見えてますけど起動しちゃいましたね。あー、よかった。まあこれでももしかしたらねもうこっちからの 12V はどうなるな、来てるんかな、まあ、もしかしたらもうどっかで断線してるかもしれないですね。もしでこの辺でまあショートしててももう断線してるから多分この PCIe からの 12V で来てるのかっていうところですね。まあでも一応ね起動はしましたね。ではねもう一度組み立ててちゃんとね認識してるかどうか OS 入れて確認してみたいと思います。はい、では次はねヒートシンクとファン取り付けたんでもう一度スイッチ入れます。ちゃんと動きましたね。でペリフェラルもねちゃんと挿したんで LED もちゃんと光ってますね。はい、こちら GPUZ の画面になります。 NVIDIA GeForce GTX780Ti ですね。メモリーがメモリサイズ3ギガは合ってるのかな、ちょっとこのグラボのメモリサイズはわからないですけど3ギガで認識されてますね。 GPUZ でもね認識されていることを今確認できました。はい、ということで今回この燃えた 780Ti ですね、まあなんとかショート箇所ねこの穴開きながらも削って解消して一応動作までは持っていくことができました。まあこれをねこう何層にもなってるこのパターンをね解析してまあこの回路をね復元して元の性能まで戻すっていうのはまあ僕じゃ無理ですね、多分ねこれは無理ですね。まあでもこのシリーズで一つ一番最初にやったこいつですね、このゾタック1060、こいつはまだなんとか頑張ったらいけそうな気がするんですよね。性能も同じように復活させるのが一応そのコメント欄の方で修理のね達人の方たちから有力なアドバイスねいただいてますので、まあそれを参考にねチャレンジしてみるのも面白いかなと思ってるんですけどね。まあでもこれは無理ですね、もう穴開いちゃってるしね。まあぶっちゃけ今回はねもうネタとしてまあやってたんですけど、まあなんかね動作しちゃったっていう感じなんですよね。はい、でまあこのね燃えたグラボシリーズですね、あと一つですね、1回目はもしかしたらこの性能も復活できるかもしれないこいつと、で2回目にやったのがこいつですね。これもまあ同じようなねところが燃えてたんですけどショート箇所削り取って動作することができました。で今回やったのがこれで最後がこいつですね、 1070Ti ですね。ぶっちゃけこれはちゃんと直したいなって思ってるんですよね。まあ現行でも全然使えるやつだしちゃんと直したいなと思ってるんですよね。こいつはまた次回ねやっていこうと思います。はい、ということでね今回はまあ基板ちょっと調子乗って穴開けちゃいましたけど無事動作することができました。だもしかしたら間にまあちょっと別のね動画挟むかもしれませんけどこのシリーズねあと1回さっきのね1070Ti やりますので、気になる方はねチャンネル登録してお待ちしていただければまた動画アップしたいと思います。それではまた次のジャンクでお会いしましょう。バイバイ。いやでもこれで動くんやな、すごいな。はあ。